今 KK901 のマックス風速の秒速ですね。はい、17.3m パーセカンド。はい、出てますね。こんにちは。すごい暑いですよね。35度、36度、37度、当たり前の世界になってきてて本当に辛いと思うんですけど、改めてね、この今コミネが出しているこの KK901 ターボファンクーリングタンクバッグっていうのもね、説明させていただきたいなと思います。ちょっとね、見てくれどうこう言えなくなってぐらい熱いですよね。本当にバイク乗るとき気をつけてもらいたいんですけど、今この KK901 の風量計測したら秒速 17.3m っていうね、結構すごい数値出ましたよね。これが時速でいうとどれぐらいになるかっていうと、だいたい時速62キロ相当のね、風が送り込まれるという計算で出てきますよね。それぐらい強い風が出る装置ですので、こんな大風量なファンがある装置っていうのはなかなかないと思いますので、これはもう我々の特徴です。なおかつバイク専用、バイク降りた後も携帯のコミネのバッテリー使ってもらえるので、バイクに乗ってる時以外でも使えるようになっておりますので、ただバイクに乗ってる時の方が大風量で使えることができます。なかなかこんなバイクに特化したこのね、冷却装置ってないと思いますので、本当に暑いこの世の中、なんとかね、少しはマシになるようなものができたんじゃないかなと思ってます。この賛否両論あるこのホースなんですけど、こうやって形固定することもできるし、ものすごい伸ばして本当に、ね、首元まで持ってくることもできますので、はい、ヘルメットの中に入れることはできないんですけど、ヘルメットの首元の方に風を送り込んでもらうことができますので、いろいろね、冷却の方法はそれぞれ考えていただけるんじゃないかなと思います。ちょっとね、見てくれは良くないっていうのは重々承知しておりますが、カラビナついてるので、これでベルトループとか、あのウエストバッグとかね、吊り下げてもらって、この衣服の中にね、この風を送り込むようなこともできるようになっております。バッテリーはコミネの電熱グローブで使っているね、 EK209 っていうバッテリーが使用可能です。バイク用としてはバイクの 12V バッテリーのところから電源取れますし、念のため ACC 電源をお勧めしております。はい、ありがとうございます。